二人との対戦の時がこんなにも早く訪れてしまうとは。ごめんなさい。八重様に認めていただくために、そして私の小説人生のために、あなたたちをここで倒します。気をつけろよな、ソーカさん。こっちだって手加減はしないぞ。上品の持つテンプの才と実力は、私のような凡人が。どうしよう、ソーカさん、かなりショックを受けてるみたいだ。ミコは簡単に言ってたけど、このありさまを見たらきっと怒るよな。おいら心が落ち着かないっていうか、不安すぎる。とりあえずミコに謝りに行こうぜ。ボコボコビーニーも誠意を持つんだぞ。ポコポコビーニーがあんなに早くソーカさんを脱落させるとは思わなくて。ほう、ソーカはどっぷり落ち込んで、凡人が叶うものではないなどと大げさに言って地面にしゃがみ込んでおるじゃろうな。まったくその通りだ。あいつをよくわかってるんだな。これでよかったんじゃ。ソーカは今回のショックを貴重な糧とし、主人公が成長する過程で受ける挫折を生き生きと描き、読者の心を引っ張る文章を書けることじゃろう。悪役の気迫や素晴らしい決戦過程に関しては、何時らから取材させる必要があった。わらわのような半人前の選手の前に脱落されては困るからな。パイモン、それに八重お姉さん。レイラ、無理するなよ。いつ気を失うか気が気じゃないぞ。大丈夫。この前正論派の学生に手紙を出したでしょ。そしたら意外と熱烈な反応で、たった数時間後に私の必要な情報の入った手紙を返してきてくれたの。その資料をもとに点々溶溶銃にいろんなものを作ってみたんだけど、食材が間違ってたのか、点々溶溶銃はあまり気に入ってくれなくて、その後改良版のリストを作ったの。あ、ポコポコビーニーの好きそうな食材も入れたよ。そのせいで寝るのが夜中過ぎになっちゃったから、今日は少し息がしづらくて。もう結果が出たのか？すごい効率だな。レイラちゃん、そっちの様子はどうじゃ？ちゃんと相手をおもてなしできておるか？
うん、八重お姉さんが修行に連れて行ってくれたおかげで、天天ヨーヨー獣も私の言うことをよく聞いてくれるようになったの。反応速度も羨ましくなるくらい早いよ。だけど相手も明らかに強くなっていて、プレッシャーがどんどん大きくなってきてる。準々決勝に入るために天天ヨーヨー獣ともう一度訓練しておきたいんだけど、明日は朝の7時から全能商人のところに行って、予定してる食材を全部買わないといけないし。ならば簡単な話じゃ。訓練にはわらわが付き合ってやろう。買い物はわっぱたちに任せればいいのじゃ。何せ使い走りには慣れておる。そうなの？二人はよく八重お姉さんのために働いてるってこと？あ、そうそう、オイラたちのことを怖い悪役にしないでくれ。案ずるでない、レイラちゃん。こやつらはついさっきまでソーカを脱落させたことを謝っておったほどじゃ。先に飲み物でも買って休憩してくるがよい。ありがとう、本当に助かります。全能商人との待ち合わせ場所はここだよ。食材リストも書いてあるから受け取って。おう、気にするな。お前もポコポコビーニーの好物を調べてくれたんだし、これくらい当然だ。だから安心して行っていいぞ。前回は深く踏み込むことのできなかった話題、これは小説における最も素晴らしい展開の一つ、秘密調査じゃ。わっぱはずっと気になっておったじゃろう。 H 宝珠とフラワーゼリーの魔力がどこから来たのかについて、それにこの大会の裏を突き止めもせず、ハニアーに自分の意思だけで無謀な行動をさせれば、さらに大きな混乱を招くことになるぞ。うーい、話が急に複雑になって、おいらついていけないぞ。夜が明ける直前に行動した方がよい。皆が一番疲れている時間帯じゃ。もしかすると鍵となる手がかりが見つかるやもしれぬ。本当にミコの言う通りにするのか？確かにそうだな。それじゃ明日の朝早くからキノコンを育てるところに行ってみようぜ。オイラたちは大会の安全性を確認してるだけだ。ポコポコビーニーのことを疑ったりは絶対しないから安心しろよ。そろそろ時間だな。キノコンを育てるところに行こうぜ。あそこにはまだ誰もいないはずだ。調査が終わった頃にはちょうどいい時間のはずだ。レイラの言ってた全能商人のところに寄って食材を買おうぜ。そしたらいよいよ次の対戦に参加だぞ。見た目はただのフラワーゼリーだぞ。まあもともとは展示用のものだしな。レシピも机の上に置いてある。それじゃあ持ち帰って調査することもできないじゃないか。それにこれって窃盗だろ。参戦資格どころか30人団に捕まえられる可能性だってあるぞ。あ、そうだ、写真機。このフラワーゼリーの実物とかレシピの写真を撮っておけばたくさんの情報を残しておけるぜ。
これでよし。次はこれを分析できる専門家を探さないと。でも時間が厳しいし、まずはレイラの買い物を済ませようぜ。あれ？ハニーよ！こんなに早くキノコンを育成しに来るなんてストイックね。道理でバトルでも勝ち続けられるわけだわ。ハニーや、前の話はまだ終わってないぞ。お前の考えは過激すぎるんだ。多くを語る必要はないわ。もし私の考えが間違っていると思うなら、まず私を倒してから君たちのいわゆる正しい観点を聞かせてくれればいい。全然話を聞いてくれないぞ。初めて会った時は仲良くしてたのに、どうしてこんな風になっちゃったんだ。わかった。ポコポコ B に、オイラたちも落ち込んでる暇はないぞ。メモによると、全能商人との待ち合わせ場所はここみたいだぞ。キョロキョロのさって、全能商人をお探しですかしら。ならばいらっしゃいませ。あ、そうそう、よくわかって。え、なんでドリーがここに。レイラの言う全能商人ってお前のことだったのかよ。まっ、何がおかしいのでしょう。サングマハベイ様の品は一番豊富で一番不思議なもの。これは全グランドバザールのオーナーとお客様が知っている事実ですのよ。万能、全能、大能、能とあるものは全てこのドリーの専売特許。他の商人は使うことすらできませんわ。まあ数百万もらの使用料を払っていただけるならば話は別ですけれど。まあ初めから予想はついたはずだけど。ところでレイラーさんはあなたたちに使い走りを頼みましたの。どうやら彼女は本当にテーマ大会に夢中のようですの。お前、レイラとそんなに仲良かったのか。あいつに随分詳しいんだな。これは仲とは関係ありませんわ。レイラーさんは私のところから買い物をしたことがあります。大した額ではないけれど、学生にとっては相当太っ腹でしたわ。ですから彼女の動きを気にして当然でしょ。そうしてその怪しい大会のことも知ったわけですのよ。いいえ、私はただ少しおかしいと思っただけですわ。あ、そうだ、ちょうど売れなくて困ってる品がありますの。置いておいても錆びるだけですから。あなたたちにお渡ししましょう。あ、ただのパーツとノートのかけらじゃないか。聞いた話によると、これらは大会の主催側が消そうとした装置と資料だそうです。彼らはうっかりさんで、拾い物でお金持ちになりたい者もいるということに配慮できなかったようですわ。すべて回収され、私の手元に来たわけですの。よく見ると、この資料に書いてある単語、フラワーゼリーのレシピに似てるぞ。
装置の残骸も H 宝珠と似てるところがあるし、ひょっとすると実験用のものかもしれないぜ。とりあえず保管しておいて、ミコにも見せよう。何か怪しいところが見つかるかも。結局初めに心配してたこと現実になっちゃうんだよな。もっとポコポコビーニーとのんきに遊んでたかったのに。何についてお話なのかわかりませんけれどこれらのものがお役に立てたようですわね。それでは割引して、6000万モラでお譲りしましょう。毎度ありがとうございます。それはずるいぞ。あら冗談ですわ。こういうものに興味があるのはあなたたちとまあまあトラくらいですもの。レイラさんの注文表については任せてくださいまし。レイラさんの欲しいものが分かり次第、品を手配して専門の業者の手でお届けしますわ。もう使い走りをしなくてもよいですわよ。はあ、びっくりした。努力が全て無駄になったかと思ったぜ。賞金をゲットしたとしても簡単に払える額じゃないよな。松茸のクズが混ざった小麦粉に古いジャム、それにザイトゥン糖ジュース。まだ不安は残ってるけど、そろそろ時間だし、バトルに参加と行こうぜ。カウトリアが本当に何かを企んでるとしても、最終テストに合格すればその場で白状させることもできるよな。いい目つきだ。長年修行に、さあ来るがよい。ご烈気の御、競争を溶かすにはまだまだであるぞ。
旅人、パイモン。無事勝ち残ったの、スケジュールで見たよ。おめでとう。おお、レイラだ。今日は元気そうだな。てんてんヨーヨー獣も喜んでるところを見ると、どうやら大勝利だったみたいだな。今回は新勝だったの。でも、私たちの方がほんの少しだけ上回ってたみたい。八重お姉さんと一緒に訓練しててよかった。あ、さっき全能商人から欲しかったものが届いたよ。本当にありがとう。後で天天ヨーヨー獣のケアをしてから。力が抜けた。やっぱり大声で話すのはやめよう。そういえばミコを見ないな。八重お姉さんは何か急用があったみたいで、ソーカさんたちと先に行ったよ。30人団の傭兵が道案内をしてたみたいで、会場に戻った時にはすでに遠くに行ってたから、追いかけて聞くのもなんだし。確かにこのところミコはずっとバトルしてるし、たまには編集長様の仕事をやっててもおかしくないな。それにあいつ言ってたぞ、休暇を取りながら取材するって。その傭兵もガイドなのかもしれないし、心配はいらないと思うぜ。うん、次はいよいよ肝心の準々決勝だね。ちょっと怖いけど一緒に頑張ろうね。おお、なんやかんやオイラたち結構順調に来たよな。レイラも頑張れよ。うんうん、オイラたちも警戒を緩めずに行こう。そう